タージマハル、タージマハルは、インド北部アーグラにある、ムガル帝国第五代皇帝シャージャハーンが、1631年に、死去したアイヒムムターズマハルのため建設した、壮大理石の母廟。インドイスラーム文化の代表的建築である。1632年着工、1653年春工とされる。謀反を起こした新カハーンジャハーンローディー討伐に、 突き従っていたムムターズマハルは遠征先のブルハーアンプルで三軸病のため1631年6月7日に死亡した。彼女の遺言の一つに後世に残る墓を所望した。彼女はブルハーアンプルのザイナーバードの庭園に葬られ、毎週金曜日にはシャージャハーンが訪れていた。霊病の計画はブルハーアンプル滞在時には着手され始めたと、 考えられる。1632年の初めに、ムムターズマハルの遺体は、とアーグラに送られ、ダールル・ヒラーファとアクバラーバードの庭園に案されたが、シャージャ・ハーンは、デカン討伐を続けた。同年6月、シャージャ・ハーンが遠征を終えると、アーグラに戻り、ムムターズマハルの一回きつい投資機転が催され、霊病建設が開始された。基礎工事を経て1636年には、 白い霊廟がほぼ完成。さらに、これを挟んで、モスクと集会場、戦闘、大楼門が建設された。大楼門北側には、神の小家語により、1057年春行という文字が刻まれている。イスラーム歴1057年は、西暦1648年であり、建設開始から17年を経ているが、 その後に二重設備が5年間をかけて整備され、すべての工事は1653年に完了した。なお、シャージャハーンはタージマハルとタイをなす形でヤムナー川を挟んだ、対岸に黒大遺跡でできた地震の病を作ろうとしたとされるが、これは実現しなかった。名前の由来は、不確定ながら、王妃ムムターズマハルのムムが消え、ターズが インド風発音のタージュになったという。ムムターズマハルはペルシャ語で、宮殿の光、宮廷の選ばれし、ものを意味する言葉であり、第四代皇帝、ジャハーン・ギールから授けられた称号。また、彼女の本名は、アルジュマンド・バーヌー・ベーグムとされる。タージマハルを言葉通りに訳せば、王冠宮殿もしくは、宮殿の王冠という意味になる。また、地元では親しみを込めて、 ビービーカーラウザと呼ばれていた。ビービーは親しみを込めた貴婦人への呼びかけ。カーラウザは、その貴婦人の病院を意味する。1983年に、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録され、2007年に、新、世界七不思議に選出された。ターチマファルは、南北560メートル、東西303メートルの長方形の敷地にある。 南端の約一、四部分は前提があり、その北端にある大楼門を挟み広がる庭園は一辺九十六メートルの正方形であり、水路という歩道によって東西南北それぞれに二等分され、さらにそれぞれが四つの正方形で区分されている。その北には敷地の約一、四を占める基段の上に、平等を中心に西側にモスク、東側に集会場がある。 南の大ロ門はダルワザー、ムガル式四分庭園はバギーチャー、西側のモスクはマスジド、東側の迎賓施設はミフマーンカーナー、ジャマートカーナー、そして高さ四十二メートルの四本の戦闘、ミナレットを従える母廟はマウソレウムという。タージマハルの基本設計はムガル帝国の母廟方式の伝統を踏襲している。しかし、 例えば、フマーユンの病やアクバルの病とは異なる点もある。これらは正方形の庭園の中心に平等があり、四方のどの門から入っても同じ景色が目前に広がるように設計されている。それに対し長方形構造と母病を北の端に配したタージマハルはこの例に似ていない。また、敷地内にモスクを持つことも独特である。大楼門の南には、 前提や車だまり及び従者が控える建物がある。大楼門は赤砂岩作りで高さ約30メートル。イスラーム建築で多用される大きなアーチを持つイワンであり、両側には八角形の太い塔がある。イワンの上にはファテープルシークリーの寺院にも見られる白い小乳石の形態をした11個の丸屋根がある。大楼門をくぐった先に広がる庭園には、 天井の4本の川を表す4本の水路が四方に流れ、この水路が交わるところには天井の泉を表す池が配置されている。これはペルシャ様式のチャールバーグ式を踏襲している。水の供給には直径約23センチメートルの管路から行われる。庭園植物への乾水のほか、これはさらに細い管を通して水路の南北にある計24基と 中央の泉にある5基の噴水へ、水の供給が行っている。通常ならば取水口から遠い噴水には、水圧が低下するが、タージマ春庭園では、それぞれの噴水の下に、壺が埋め込まれ、ここに一度水を溜めることで、各噴水の高さに差が現れないよう工夫されていい。ブガル町の霊廟形式では、本来庭園の中心に墓廟があり、四方いずれからも、同じ景色を作る。 タージマハルの庭園の中心には、ボビの代わりに一辺二十三メートルの四角い白大林子造りの木段がある。中央の泉は一辺十三メートルの方形であり、池と木段の各辺の日は、ボビとその木段の日と、ほぼ一致する。霊廟の庭園は、イスラーム教徒にとって、砂漠の中の楽園を意味する。タージマハルも、同様に、列回廊で囲まれ、東西には、 門の代わりにバルコニーを備えた2階の牢台、バラダリがある。その中には、豊かな花々や果樹が植えられ、季節によって、バラ、チューリップ、ユリ、マリーゴールド、水仙などが咲き、マンゴー、オレンジ、レモン、ザクロ、リンゴ、ブドウなどが実を結んでいた。現在の庭園は、糸杉の並木と芝が一面に植えられ、 怪獣が所々にあるが、これは19世紀にイギリス人が作り変えたものである。庭園奥には中央に高さ5.5メートルの木壇の上に立つ白亜の5秒があり、四隅には4本の戦闘が立っている。向かって左、西にモスク、右、東に集会場がある。木壇を登る階段は庭側から見えない場所に設置されている。ムガル帝国の霊廟では、 この基段周囲には、アーチ状の列柱とその後ろに小部屋が据えられ、一族や、演者の破壊しをくれが主だが、タージマハルの基段にあるアーチは単なる浮き彫りであり、小部屋もない。これは、タージマハルがあくまで、ムムターズマハルだけのために建設されたとを表している。四つの戦闘は、コーヒーに使える四人の次女に例えられる。しかしその形は、東大と、 小さなバルコニーを備えただけの単純で、イギリスの小説家オレダス・ハックリスは、人類が手がけた中で最も醜悪建築物の一つ、とさえ形容をした。ただしこれらは、主役の母仰を際立たせるとともに、全体で、視覚的なバランスに寄与している。母仰は、横と奥行きが、どちらも五十七メートルの正方形を基本に、四隅が切られた変形、八角形をしている。 対して高さは、マリアネ上部までが58メートル、上に据えられた頂かの長さを加えるとさらに高くなる。この比率は、タージマハルが目前から見上げられる際に異様を感じさせるためので、ある。しかし、遠目から見ると、バランスに欠ける。そのため基段の端に塔を置き、視覚的な重心に配慮している。最上部に、 無軽建築の様式である三日月と水差しを重ねて、あしらった頂花を備え、つなぐ部分には、レンの花びらをかたどった飾り、パドマコサを持つ丸屋根は、建物本来の高さ約二十三メートルから持ち上げる、ため下に、イ筒が置かれ、その総重量は一万二千トンにもなる。この重さは内部にある八角形の石積みの柱が、支え、ずれや傾きを防ぐために工夫されたさで、 固定されている。建物の屋上には丸屋根を囲む四隅に小さな丸屋根を持つ小ジ蛇ハトリが配される。建物の正面を含む四つの面には大きなアーチ型飾り門があり、その両隣と切られた四隅にはそれぞれ上下にの小さなアーチ飾り窓がある。さらに八角形の建物のそれぞれの角と飾り門の両端には飾り柱があり、先端は 建物の上に伸びている。飾り門や窓は意図的に深い奥行きを持たせており、太陽や月の光が作る濃い影を作らせ、建物の微妙な表情を演出させる。5秒の内部に入ると、丸天井は24メートルしかない。これは二重角ドームという形式で、外観上の丸屋根と内部の天井の間に空洞が置かれ、屋外から見るデザインと屋内の空間とのバランスを、 両立させる形であり、この工夫は16世紀の西アジアで考え出された。内部中央の八角形のホールには、その中心に、白大理石に、コーランのショークや草花の連続文様が装飾された、ついた手が囲うムムターズマハルの墓がある。そしてその横、庭から入ると向かって、左には一回り大きな墓石があるが、これは、夫のシャージャハーンのものである。 中央ホールを取り囲む様子には本来は親族を葬るために作られる八角形の小部屋が四つある。しかし、そこへ至る通路はすべて閉じられ、事実他の誰の墓部として使われていない。タージマ春墓廟には地下室がある。庭側入り口の脇には狭い階段があり、そこを下ると祈願内に作られ床は庭と同じ高さになる現室がある。ここにはホールの真下に、 ムムターズマハル本来の墓石が安置されている。ホールの墓石はあくまで象徴的な参拝用のものであった。なお、その横には同様にシャージャハーンの本来の墓石がある。この地下室は閉じられていたが、現在は観光用に見学ができる。5秒を挟むモスクと集会場は対称な形で向かい合い、いずれもアガサガン作りの外観である。しかし、 内部は大きく異なる。モスクには礼拝のために、聖地メッカの方向を示すアーチ型のミソラーがあるのに、対し、集会場の内部には景品などのための広い空間だけがある。このようなモスクや集会場がある礼病は、他のムガル帝国病にはない。周囲には、ムムターズマハルの次女、サティ・ウン・ニサー、シャージャハーンの他の日であった。 シルフィンディベーグムやアクバラーバーディベーグムといったエンジャの墓がある。北側はヤムナー川に接し、かつてはアーグラ城塞から船でタージマハルの北から病内に入っていたが、現在では訪問客は南から大老門をくぐって訪れる。その南にはかつてはムムターズバード、今はタージガンジーと呼ばれるマイクがあり、商業や宿泊施設などが広がっている。 タージマハルと対面するヤムナー川の北岸には、対応するように京壁があり、この中央には、楼台、左右には、暴楼が置かれ、これらの北にも庭園がある。タージマハルの建設地には、アーグラ城西からヤムナー川を東へ約 1km ほど、下流の河川が湾曲する外側にあたる場所が選ばれた。ここは当時ラージャジャイシングが所有する庭園で、彼の曾祖,祖父にして、皇帝、 アクバルの重心でもあったラージプートの君主ラージャ、マーンシングが造営したものだった。この場所は次の理由から選ばれた。設計にはイスラーム世界から広く名声を博した建築家や工芸家らが集められた。20世紀にインド政府考古学調査局長の BL ダーマは研究所ザタージにて設計者をイスラームに帰依したイド人。 ムハンマド・インサー・エフェンディーと述べた。しかし、これも当時のヒンドゥー至上主義の影響を受けたもので、事実上設計者名は不明なままである。シャージャハーンの主任建築家だったウスタード、アフマドラ・ホーリーの母品には、彼がタージマハルの設計者だったと記されているが、これも多くの交渉らが持ち寄った設計をまとめる役割にぎなかったと考えられる。しかし、 名が伝わる部分の設計担当や交渉らもいる。円筒と組み合わせた丸屋根の設計はトルコから招かれたイスマイルハーン。長家の制作はラホールのカーシム、ハーン。大理石造岩はデリーのチランジーラール。大ロ門モンやボビョに刻まれたコーラン文字はシーラーズのアナマトハーンとシリアのラウシャンハーンの二人の書家スカシボリや奇跡の細工は バルジスターンからサイク氏のアミール・アリー、石組には、バグダードから、義氏のムハンマド・ハニーフが呼ばれ、他にも集められた有名な技師たちは多く、知られているだけでも三十七名が雇われた。彼らは高級を与えられ、例えば、ムハンマド・ハニーフは月千ルピー、カーシム・ハーンは月百九十五ルピーを得た。一般の熟練校で、月後から六ルピー、妊婦は月1五ルピー程度だったが、 当時の通貨価値では1ルピーで小麦8 0ラムが買えた。職人はペルシャやアラブ、果てはヨーロッパから2万人ほどを集めた。17年とも22年と言われる建設期間中には常に2万人もの人々が工事に携わった。タージマハルが立つヤムナー川の岸は停車しており、庭園を囲む回廊の外側には厚い石垣が積み上げられ、 土地を水平に造成している。現在は、インド中から戦闘頭以上もの像で運ばれてきたと言われ、大理石は、ラージャスターン地方のジャイプル山という、赤砂石は、ファテープルシークリーの石切り場から運ばれた。川攻めや水晶は遠く、中国から、トルコ石はチベットから、サファイアやルリはスリランカから、観覧石はエジプトから、サンゴや真珠貝はアラビアから、ダイヤモンドは、 ブンデルカンドから、アメジストやメノーはペルシャから集められた。他にも、壁玉は、パンジャーブ地方から、ラピスラズリはアフガニスタンから、カーネリアン、紅玉髄はアラビアから取り寄せられたものだという。全体で二十八種類もの宝石、宝玉がはめ込まれていた。タージマハル建設にどれだけの費用がかかったかは、明らかではない。宮廷しかアブダール、ハミードラホーリーは、著書、 皇帝行伝、パードシャーナーマにて500万ルピーと記している。その他にも980万、1850万、4000万ルピーという説もある。ヒンドゥー教徒は墓を持たず、遺体は仮装され、遺骨や灰は川に流される。霊魂は永遠と考えるイスラーム教徒が持つ墓は簡素なものに過ぎない。ムガル王朝の皇帝は大きな霊廟を備えたが、これは 先制君主の牽制を示す目的があった。権力を握っていたわけでもないただの王妃に対し、壮大な五票が建設された例は、他には、ほとんどない。タージマハル着工の頃、シャージャハーンは、ヒンドゥー教を抑圧する例を発するなど、イスラーム教国家建設の取りかかっていた。その中で、タージマハルは、イスラーム教徒の精神的中心として構想された。 聖者信仰はイスラームにもヒンドゥーにも見られ、その母書は、霊力が宿るという考えは、ムガル王朝期のインドでは強か。ムムターズマハルを聖者とみなす根底には、イスラーム社会が、女性に、夫への愛と子をなすことを求め、三軸による死は、男性が聖戦で死すことと同義とみなす、母性信仰があり、生涯で14人の子を産み36歳で死んだ。 彼女は殉教した聖者になるに十分だったと言える。この意義にかなうため、タージマハルは巡礼者を受け入れる施設を持たされた。訪問中に、メッカへ礼拝するためのモスク、食事や宿泊のための集会所、巡礼者の車場置き場、そして外部の市場も、この機能を補助した。タージマハルが完成した時に、その美しさに、シャージャハーンが読んだ詩には、 ここが罪を負う者が開墾し、在業から自由になり、許され、清められる、天下な高殿であり、神の光と共にあると述べられている。タージマハル造営を命じられた交渉は、美しいムムターズマハルを密かに慕っている、男だったという。彼はその思いを建設に注ぎ、シャージャハーンを満足させる美しい母行を完成させた。シャージャハーンが、 交渉に褒美を取らせようと王宮に呼んだところ、交渉は5秒を完成できたことで満足だと答えた。シャージャ・ハーンは男が内に秘めたものに気づき、男に両手を前に出すよう命ずると、これが褒美だと、剣でその両手を切り落としたという。シャージャ・ハーンはヤムナー川の対岸に対となる自分自身の黒大遺跡の秒の建設を構想していたとも言う。これはタージマハルが イスラーム建築の原則である、対称性に即していないことからしたもので、北岸に同じ形の黒い母仰があれば、南北の対称性は果たされる。シャージャハーンの失脚で、白大理石のタージマハルとタイとなる、黒大理石の母仰の計画は幻に終わった。北岸の強壁と暴露は、その基礎工事の名残とも言われる。 タージマハルの設計には、ベネツィア出身の金細工師、ジェロニモ・ベロネオという男が名を連ねたという。19世紀に密林の中に発見したタージマハルは、イギリス人にとって驚きのものだった。未開の地にある荘厳な建造物に、やがてヨーロッパ人の関与があったという発想に至った。1884年に出版された、北西インドの歴史と知史第2巻には、 ジェロニモ・ベロネオが300万ポンドの費用で建設を受け負ったが、1641年にスペイン人の多発像マンリケが同地を訪問した時にベロネオは死去しており、コンスタンティノープルから来たトルコ人のエフェンディが引き継いだという説を紹介し、大遺跡を造眼した技術はフランスのボルドー出身のオスティンヌという交渉支援したとも添えた。この説はヨーロッパで広く知られ、 1957年、ケンブリッジ大学出版局館、インド史第4巻では、ベロネオが設計図を皇帝に剣じたと、1972年、ニューズウィーク出版のザ・タージ・マハールも、タージ・マハール建設の名誉を、自らのものにし同じような建造物が二度と建てられないようにするため、皇帝が交渉かしらベロネオを断取したことは、セバスチャン・マンリケの区伝にあると記した。 ムガル王朝は常に、ミコラの間で皇位をめぐる激しい争いが起こり、王冠か、死質儀かとさえ言われた。第三王子だったシャージャハーンも、例外ではなく、皇位継承権を持つ一族すべての男性を殺して、定位についた。そしてこれは、シャージャハーンとムムターズマハルの間に生まれた息子たちの間でも繰り広げられ、1657年に、シャージャハーンが、 重病に陥ると四人の息子が定位をめぐり争った。シャージャ・ハーンは、第一王子のダーラー思考に行為を継がせようと手元に、お気教養を与えた。しかしヒンドゥーやバラモン教にも理解を示す兄に、経験ないスラーム教徒であった第三王子のアウラングゼーブには許しがたい配信に移った。十六歳から戦場に身を置き、 その中で果敢な性格と行為を狙う野心を育てていたアウラングゼーブは反乱の挙兵を起こし、1658年に兄の軍を破ると、父、シャージャハーンの前で兄を異端に落ちたもの断外し、自らの行動を認めさせ、アウラングゼーブは行為についた。しかしシャージャハーンは、ダーラー志向を支援する旨を記した手紙を密かに送ったが、アウラングゼーブの知るところとなり、彼は父を、 アーグラ城塞内に遊兵した。遊兵されたままのシャージャハーンは1666年1月22日に亡くなった。翌日彼の遺体はタージマハルに運ばれ、妻の脇に葬られた。対象性を重視するイスラーム建築にあって、これに反する夫妻の母妃の並びは、アウラングゼーブが父をいかに憎んでいたかを物語。 アウラングゼーブも遠征先で帯同させたヒディルラース、バーヌーベーグムを三軸で失った。彼は皇帝に就く、前年の1657年から着手し、火がなくなったアウランガーバードに60万ルッピーの費用をかけて、彼女の母オ BB カマクバラ病を建設した。これは、白亜の平等と4本の戦闘など、タージマハルを模倣して設計された。 アウラングゼーブの死から十数年後、アーグラの町は、地方領主に占領され、タージマハルナイ、ムムターズマハルの破壊死にかけられていた真珠を散りばめた、シシューフチャーダルが奪われた。チャーダルは、イスラーム教聖人の破壊死に通常かけられているが、なぜかその後作り直されなかった。1764年には、スーラジュマル率いるヒンドゥー教徒のジャート族によって、 道内の宝石類がはぎられた。1803年、イギリス東インド会社がアーグラ支配を格好たるものにすると、彼らもタージマハルで略奪を働いた。この時、マリアネの上にある板垣花を包む金箔が剥がされた。1828年から総督に就いたウィリアム・ペンディングはタージマハルを大敗的と見て解体し、 イギリスで売り払う提案をしたというが、これは実行されなかった。インド観光の目玉的存在で、2017年段階で少なくとも年間700万人の観光客が訪れる。デリーからは約 200km あり、車でハイウェイを行くと5時間ほどかかる。日帰りには、アーグラーカント駅まで、急行列車、ガティマン急行を利用すると、アクセスが容易。 環境保護のため付近への車両の乗り入れが禁止されており、駐車場から入り口までは歩くか電動自動車に乗り換える必要がある。また、保安上の理由で大きな荷物は入り口で預ける。入場料は2016年7月現在1000ルピー。インド人料金は20インドルピー。約30円と定額に据え置かれている。霊病のため内部は撮影が禁じられている。 夜間の入場は本来できないが、満月の夜前後2日間のみ、人数制限はあるものの夜間入場が強化される。大気汚染によるタージマハルの損傷が問題化している。排ガスによる直接的な汚れのほか、酸性雨によって大理石が溶解する現象などが報告されている。地下水の過度な組み上げにより地盤が沈下し、4本の先頭が外側に傾きつつ、 あるとの報告もある。現地ガイドによれば、創建当時か、大地震時に戦闘が本堂側に倒れ込まないよう、外側にわずかに傾けて設計されたという、開発による世界遺産への悪影響の顕著な例である。インド政府は、タージマハルはパキスタン空軍の空爆の標的になりやすいと考えており、パキスタンとの緊張が高まった時期には、タージマハルに布をかぶせて、 偽装を行っている。また、容易に偽装できるよう、中央ドームの外壁にフックが打ち込まれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。